私はセナ。家にないものをラッキーアイテムとして発表された時点で、もう今日は諦めよと運命に抗わない女の子。この子はひーちゃん。自分のことを国民のラッキーアイテムやと信じてやまない女の子。そんなうちらは今日もおっちゃん化を食い止めるべく梅田の街をパトロールしてたんやけど、そういえば最近夏の様子がおかしいんよ。夏ってひーちゃんのギャル友の？私には常日頃から様子がおかしく映ってたけど、ちょっとこれ見てほしいんやけど。なんやこれ、占いのことばっかりやん。そうなんよ。 Going My Way がモットーのギャルが占いにハマるっておかしない？確かにそうやね。ギャルが第三者にハッピーイニシアチブを握られるなんて、ギャルの風上にも置けん事態やわ。せやから占い師に会いに行ってみよう思て、セナにもついてきてほしいんよ。まあええけど。夏の投稿に映ってたやつや。ちょっと夏のことをおかしくさせてんのはあんたやろ。まあまあ、そんな大きな声を出さんと。落ち着きなさい、春日さん。落ち着いてなんていられる。え、なんでうちの名前を？この人バリ当てるやん。早い、ちょろい。ひーちゃん落ち着いて。安い、うまいの大阪の飲食店やないんやから。なんて卑劣な。どうやってんのか知らんけど、あんたのインチキを暴いて、ひーが夏の目覚まさせた。インチキだなんてとんでもないですわ。私の占いで救われた人は数多くいらっしゃいますのよ。え、そうなん？そこまで言うんやったら、ひーのことも占えるはずや。ええですわよ。初回無料で占って差し上げますわ。これ自分のこと占ってほしいだけのギャルと、新規顧客獲得を目論む占い師の図にしか見えんのやけど。第1問、ひーがいつも行っている入浴法とは？問いかけがクイズ形式になってるやん。それただのひーちゃんプライベートクイズやから。半身浴。しかもあなたの半身浴は普通の人とは異なって、上半身を湯船につけるという特殊なスタイルですわね。犬神家の一族やん。そんなリスキーな入浴法誰がすんのよ。じゃあ第2問、ひーがネイルサロンで片手を持て余してる時にやることといえば？スマホを将棋の駒に見立てて大手の練習。奨励会に入会してたとてやらんやろ。ましてや1回のギャルが何の目的でやってんねん。ほな第3問。すごい、全部当たってる。全部ほんまやったんかい。ひーちゃん普段どんなプライベート過ごしてんのよ。どうやらひーの見立てが甘かったようや。このお方は真の占い師オブ占い師やで。絶対ちゃうと思うよ。何？急に笑い出して。そう、あなたの見立て通り、私はただの占い師ではないわ。もちろんそんじゃそこらの占い師ちゃいますよ。あなた様は神様なのですから。この短時間で洗脳が行き届いてるやん。ここは一旦ひーちゃんは無視して。あなた一体何者なん？私はピースピリチャーよ。ピースピリチャー？一体どうやってるのか知らないけど、ひーちゃんを元に戻して。私に占えないことはありませんのよ。あなたのことも占って差し上げますわ。